こんにちは、花よりおまシリーズをご覧の皆様。前回ね、花よりおまさんはアパレルショップに行って自分の買いたい服を、店員さんに相談したら、店員さんは別のものをねおすすめしてきて、 YouTube とかやるんだったら、人前に出るんだったらこういうの着た方がいいですよっていうふうに勧められて、そうなんですよね。そこで花よりおまさんはちょっとね、もうイラッと来てしまって、その日は多分買わずに帰ったと思うんですよ。そういうエピソードを話してくれました。なるほどと私聞きながらね、今日じゃあちょっとどういうふうにしたらいいのかっていう回答をお伝えしましょう。多分これを聞いてね、なるほどと思ってくださる方はちょっと YouTuber 向けなんじゃないかなと思います。どういうふうにするかっていうと、花よりおまさんがその時点にね巻き戻せるとして、私が隣にいるとしたらね、こういうふうに進めると思うんですよ。あれ、花よりおまさん、じゃあ進めるままにね、この服買ってみたらいいんじゃないの。でもその前にさ、この店員さんがその人前に出るんだったらこの服がいいよって言うんだったら、まずそれをさ YouTube の視聴者さんに聞いてみようよ。で、店員さん、この服をちょっとね試着室で花よりおまさんに着てもらうんで、その模様を動画で流させてもらっていいですかと。その結果、視聴者さんがどういう評判をするかによって買うかどうか決めますんで、で、視聴者さんの中で、この服を応援する方が一人でもいたら多分買いますよ、これ、だからそれでいいでしょって。でも一人もいなかったら、これはあなたが花よりおまさんには似合うと思ったけども世の中的にはダメっていう風な烙印をされたんで、あなたの服を勧めるセンスはいまいちだなってことで、多分二度ともうこの店来ないと思いますみたいな感じで、ね、そんな感じでやり取りしていただくとどうかなと思うんですよ。そこまでねひどい言い方しなくてもいいんですけども、そんな感じでちょっと試させてもらっていいですか、もしくは買うんで、あなたの言う通りに YouTube でちょっとねファッションチェックしてもらうから、その結果をちょっと見てくださいよ、だからチャンネル登録お願いしますみたいな感じで、とりあえずねお金を払うと、その服を買うのと引き換えにチャンネル登録ぐらいはしてもらおうっていうね、そんな感じでいいんじゃないかなと思うんですよ。そしてそれを進化させるとね、その方とタッグを組んでね、じゃあこれからねファッションチェックを2人でやっていこうよと、あなたが服をお客様に選ぶ係、もしくは私の友人にどんどん連れてくるんで服を選んであげてくださいと。その結果センスが良くなったねとか、モテるようになったねってことだったら、あなたの株は上がって、この店の中でねあなたはもうナンバーワンセールスマンになれますよと、ナンバーワンスタイリストですよみたいな感じでね、今度ティーアップしてあげるんですね、逆に怒るんじゃなくて。そういうような形で人を立てつくね、もうイラつく気持ちは分かるんですけども、イラつけばイラつくほどその人を立ててあげて、じゃああなたの言う通りにやったら何もかもうまくいくんだからやってみようよって感じで、まさにその人に最終的な責任を取らせる意味でもね、どんどんその人の言う通りにやってもらったらどうかなと思うんですよ。この結果私も見たいですよね。偉そうに言う店員さんに、従って服を買わされてみたら、実際私はモテるのかどうなのか、再生数は上がるのかどうなのか、この人の店員さんのファッションチェックだみたいな感じで、実はその店員さんの力量を測る番組になっていたというね。そしたらその人は本気でね、今度はやばいと YouTube で評価されてしまうと。俺は今まで妄想で人にこれが似合うあれが似合うと言ってきたけども、無責任なことができないじゃないかみたいな感じでなっていくと面白いんじゃないかなと思いますし、その人はその人で今度自分で YouTube 発信しだしてね、そのアパレルショップの中でもう広報官になるかもしれないですよね。その人の人生も救ってあげるかもしれないし、その発信の仕方をコンサルしてあげますよって、毎月3万でみたいなね、こんな契約にも持っていけるんじゃないかなと思いますけども、いかがでしょうかね。そんなにうまくいくかなと。ということでね、 YouTube ってのは日々喜怒哀楽ってものがあると思うんですよ。そういったものを素直に表現する場所だと思えばいいんじゃないですかね。そうするとですね、もうかなり怒った時でも、あ、これを放送にしようっていうふうにちょっと客観的にね自分のことを見ていけると思うんですよ。それが冷静さを取り戻すことになるかなと思いますし、やっぱりね癒しとか共感とか、それからそうですね、いたわりとかね、涙とか、こういったものを、みんな感じると思うんですよ。日々感じると思います。ですので、そういうのを YouTube で、今日はこんなエピソードでこういう感情になりましたみたいなことを繰り返しやっていけばいいんじゃないかなと思うんですよ。だから YouTube っていうのはね、私が思うに、自分自身を好きになってもらうためにやるわけであって、自分の紹介する商品にそこに流すわけでもないし、自分の紹介したエピソードとかにそこにフックはさせるんだけども、そこに持っていくような、ね、形じゃなくて、あくまでも紹介した自分を見てくださいと。このエピソードによってあなたはエピソードに共感をするんじゃなくて、それによってもうどんな感情を持ったかっていう私に対して魅力を感じるさいみたいなね、絶好の表現の場になると思うんですよね。ですんで、映画の紹介とかね、私結構するんですけども、この映画見た方がいいよっていうふうに個人的に勧めることもあるんですよ。そうすると、久保さんが紹介してくれた映画本当に良かったですと、
でその人は見るたびに私を思い出すんです。その映画を見るたびに、ああこれ久保さんに紹介してもらったな、よかったな、すげえなと、これで久保さんも涙流したのかみたいになるんですよね。ここがまあ共感ポイントですよね。そういうことができる映画コメンテーターみたいなことができちゃったりとか、あと買い物してきてね、買い物買ってみたみたいなチャンネルも私やってるわけですよ。今日はねこれを買ってみました。これなんだと思います？アップルから出てその商品でしょ、これすごいでしょ。でここに USB でね充電できるんですよ。これなんだと思いますか？シェーバーなんですよ。シェーバー、ビーンビーンとね。しかも価格は1000円、すごいでしょ。これヤフーショッピングで買うんですよ、みたいな感じで紹介するみたいなね。こういう風に、え、それどこであるんですかみたいな聞かれるじゃないですか。で、久保さんはいろんなもの知ってるねって思わせれば、私のチャンネルの登録がポチッと起きるわけですよ。ポチッとね、こっちかな、こっち、こっちかな、起きるわけですよ。そんな感じで、別にね、チャンネル登録をお願いしますとかね、入会をお願いしますって言わなくても、もうね、視聴者さんがどこでチャンネル登録するんだ、どこで入会するんだって探してもらえるぐらいの魅力発信をこれからもしていきたいなと思いますし、花屋龍馬さんにはそれが十分できると思います。さあ、そしてですね、花屋龍馬さんが今回動画の中で、言ってました。自分の未完成な動画ね、未熟な動画みたいなキーワードを言ってましたね。私のね、考え方なんですけども、人間ってのはね、死ぬことによって完成するんですよ。死ぬことによってね。でもそっから、死んでしまったらそっからね、何のストーリーも伸びていかないんですよ、人生は。当たり前ですよね、死ぬんだから。だから逆に言うと、人間は死ぬまで未完成なんですよ。今日よりも明日っていうドラマがあると。明日になったら1日分のドラマが伸びてるんで、まさに明日から見ると今日は未完成なんですよね。で、今日から見ると昨日はもっと未完成なわけですよ。ですんで、堂々とね、自分の未完成でこれからどういう風に伸びていくのかっていう、その一区間を切り取ったメモリーとして動画っていうのを残す、写真っていうのを残す、それからブログっていうのを残す、記事っていうのを残すということでいいんじゃないかなと思うんですよ、うん、で、発信が未完成なのは当たり前です。死ぬまで人間は未完成ですから、死んで初めて完成するんですよ。死んで初めてコンプリート、一貫の終わりってやつですよね。ですんで、そこまではずっとね、未完成な動画がどん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 出るわけですよ。それでいいじゃないですか。そして視聴者さんのいわゆる逆風コメント、アンチコメントっていうのは、あなたのここが未完成ですよって教えてくれる先生でもあるんですよね。ということで、私たちのコメント欄にはものすごくね、学びが並んでるってことになります。いかがでしょうか。それではまた会いましょう。失礼します。